お世話になっております。マサルです。今回は IPsec について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず IPsec の概要を勉強します。IPsec は AH、ESP、IKE というプロトコルで構成されているので、その概要についてお話しします。その後、IPsec における SA についてお話しして、最後に IPsec の大まかな通信の流れについて勉強します。それでは始めていきましょう。IPsec はセキュリティアーキテクチャ for インターネットプロトコルの略です。主にインターネット VPN で利用される安全な通信を実現するための構造のことを言います。構造という言葉の通り、IPsec というプロトコルがあるわけではありません。前回お伝えしたように VPN は暗号化、認証、改ざん検知によって安全な通信を実現しています。IPsec にはこれらの通信を実現するためのプロトコルがあります。それが AH、ESP、IKE という3つのプロトコルです。AH は認証、改ざん検知を行うプロトコル。ESP は認証、暗号化、改ざん検知を行うプロトコル。IKE は暗号通信するための鍵の情報を交換するためのプロトコルです。AH と ESP を比べると、AH には暗号化の機能がなく、ESP に暗号化の機能があることがわかります。VPN は暗号化をすることで安全な通信を実現するとお伝えしましたが、特定の国や地域によっては暗号通信が許可されていないことがあります。そのような国や地域に対して IPsec を行うときには AH が利用されます。ちなみに日本は暗号通信が許可されているので ESP を利用することがほとんどです。最後の IKE は暗号通信をするための鍵の情報を交換したりするプロトコルです。IPsec には3つの構成要素があり、通信する状況に合わせて ESP と IKE を使って IPsec を実現したり、AH と IKE を使って IPsec を実現したりします。IPsec は SA というコネクションを使って通信を行います。SA は IKE によって作られ、全部で3つの SA が作られます。一番上の ISAKMP SA は制御用の通信を行うための SA です。この SA は双方向で利用することができます。次の IPsec SA は実際の暗号通信に利用される SA です。IPsec SA は片方向ずつ確立されるので、2つのコネクションが確立されることになります。IPsec SA を片方ずつ作成することで、通信先に合わせて柔軟に IPsec が利用できるようになっています。先ほど SA の話がいきなり出てきたので、少し IPsec 通信の流れを確認しながら SA について情報を補足したいと思います。SA というのはコネクションであるというお話をしました。双方向で使う ISAKMP SA と片方向で使う IPsec SA の計3本ですね。まず ISAKMP SA ではお互いが暗号通信をするために必要な鍵の情報などを安全にやり取りをします。お互いに鍵の情報をやり取りしたら、その鍵の情報を使って暗号通信を行います。実際の暗号通信に利用するのが IPsec SA です。IPsec SA ではどうやって暗号化して、どうやって改ざん検知を行うのか、片方向ずつやり方を決めて通信を行います。繰り返しになりますが、IPsec を実現するための鍵の情報など、制御情報をやり取りするのが ISAKMP SA。実際にやり取りをする暗号通信のデータは IPsec SA を利用します。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは無料お試し期間もありますので、ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は IPsec について勉強しました。IPsec では暗号化できる ESP と暗号化しない AH があるというお話をしました。わざわざ暗号化しない AH が存在するのは、特定の国や地域では VPN の利用が違法となってしまうからです。例えば北朝鮮、イラクなどは VPN の利用自体が違法だったり、ロシアや中国、イランでも許可された VPN 以外は違法とされるようです。日本ではもちろん合法的に VPN を利用することができます。 VPN を利用することで機密性の高い情報をセキュアな通信を利用して届けることができます。しかし VPN の機密性は悪用されてしまうこともあります。 VPN の通信がこれからも合法的に利用できるように、我々セキュリティを学ぶエンジニアが倫理的な利用方法を啓蒙していく必要がありそうですね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。